皆さんこんにちは。本日もおでチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回はですね、トラス橋のあるジオラマを作っていきたいと思います。前回の動画からね、だいぶ時間が空いてしまった割にはそんなに進んでなくて申し訳ないんですけれども、できたところまで皆さんに見ていただきたいと思い、今回動画にまとめましたんで、その様子をご覧いただきたいと思います。それでは本編をどうぞ。でですね、山の斜面の岩肌を作りたいと思うんですけれども、こう外側はこういう感じで、内側がこうボコボコゴツゴツした感じのこういった容器があるんですけれども、これにね、こう石膏を流してこの型からこうやって取り出してあげると岩肌ができるということなんで、ここに今から石膏を流してみたいと思います。石膏はね、このホームセンターで売ってる石膏ですね。水だけで OK と書いてありますんで、これを使っていきたいと思います。ちょっとね、白い紙コップで見づらいんですけれども、石膏こうね、入れていきます。1、2、3、4くらいでいいかな、とりあえずね。で、水を、お水ちょろっとね、これ少なめに入れます。硬さを加減しつつ少しずつ水を足していきます。いつもでしたら直接岩肌に塗るんで、石膏はね、やや固めに溶いてるんですけども、今回型に流し込むということでちょっと緩めにしておきましょうね。それじゃ流していきます。久々だな、小さい江ノ電の楕円形のジオラマ作った以来だからちょっと緊張しますね。底が平らじゃないからカタンってなった時にこぼさないようにしないとね。こっちにもやっていくか。じゃあこれはね、触らないようにして石膏が固まるまで何時間か待ちたいと思います。数時間後。それではですね、固まったようなのでこれをね、取り出してみたいと思います。出てこい、あ、やべえ、割れちゃった。出てこいや。これね、薄っぺらいとこ割れちゃうんですけれども、どうせね、これこのまま1枚岩で使うわけじゃなくて、砕いて使うんでね、割れちゃってもそんなに気にしないということで、だけどそんなに割りたくないということで、まあこんな感じでね、岩ができたということでね、まだ白いんですけど、もう見た感じがすでに岩っぽくってね、これはね、楽しみな感じになってまいりましたね。ってことでね、これだけでも足りないと思うんで、あとね、何回かやってね、もっと量産したいと思います。ということでね、繰り返し同じ作業を何回かやりまして、こういうね、岩の素がたくさんできたということで、まあこれだけ作ってればね、大丈夫じゃないかと思いますんでね。細かいのはいい。このでかいのだけ2等分か3等分ぐらいになるように、ちょっとぶったたいて。じゃあお願いします。せーの、あ、いいね、いいね、いけ、せー、優しくね、せーの、よしよしよし、あちょって言って、わか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 、せーの、あいいね、いいね、あ、いいよいいよ、ちょうどこれむしろ今までで一番いいかもしれない。よし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 、いいでしょう。橋脚はね、3D プリンターを使って造形したんですけれども、高さが微妙に合わないので1ミリのスチレンボードを切り出して高さを微調整して合わせていきます。で、かさ上げしたスチレンボードとこの橋脚の隙間はタミヤさんのタミヤパテベーシックタイプを使って埋めていきます。そして乾燥後にヤスリがけをして平らにしておきます。ベースボードにですね、道路とね、川、山の形をなんとなくこう書き入れまして、ここが鉄橋でここが川になりますんで、この川の一番底の部分がこのベニヤ板になるということなんで、他のこう道路とかね、山の部分はこう地面をね、かさ上げしなくちゃいけないということで、一番最初に厚さ3センチの
スタイロフォームをかませて第1段階のかさ上げとします。この3センチの高さのところに道路が敷かれる予定です。でさらにこの上5センチのところに線路が敷かれる予定です。でね、これパッと気づいた方いるかもしれないんですけれども、これ横ね55センチなのにスタイロフォームが50センチで切り出してあります。これじゃね、切り出し方が中途半端で足りないじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、安心してください。履いてます。ここはですね、この足りない分はですね、川が流れる川幅の一番中心部分ですねのあたりにカッターを入れていきます。そしてここをずらすと、そうするとかさ上げとこの川底の部分ですねが、まあ、同時に作れると、省エネ戦法ですね、この端っこもね綺麗に辛い位置にできるということでね、今回この方法を取ってみました。スタイロフォームは一度に切ろうとせずに何回かに分けて刃を入れると綺麗に切れます。はい、まあ本当に荒削りですけれども、スタイロフォームで地面を3センチ上げただけでなんとなくもうすでに全体像が見えてきたような感じもしますよね。でこっち側はね山になります、トンネルね。ここはもう築堤というかね、こう斜面になりますんで、さらにもうちょっとこう地面をかさ上げしていきたいと思います。これをねいかにこううまくね頭の中でね描いている情景を立体的に仕上げていくかというのはね楽しみな作業になりますよね。はい、ということでね、スタイロフォームの切り出しが終わりましたんで、続きましてね、発泡スチロール用の接着剤、これを使ってですね、こちらのスタイロフォームをもうベースボードにくっつけちゃい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 ってと思います。裏面にまんべんなく塗りまして、そして行ってこいと。でまだ貼り付けてないこの瓦と書かれてる3つのパーツはですね、これだとちょっと厚すぎるんで、もう少しこうねこっち方向に薄くして貼り付けていきたいと思います。薄くするにはですね、発光さんのスチロールカッター、これを使ってこういう方向でね切り込みを入れていきたいと思います。これ本当に大元なんで大体でいいので、あちょー、こう切ったのでこの下側ですね、これを使ってここにこう貼り付けていくと、よいしょ。今薄く削ったこれを元にですね、今度は斜面を切り出していきます。これも大元ですから一度にズバッと切らずにこう薄く削ぐように切っていくとね、綺麗な斜面ができます。今こっちの施工したんですけれども、こっち側ももう少しねちょっとせり出してみたいと思います。先にちょっとスタイルフォームを多めに設置して、まあ余計だったら後から削っていきたいと思います。あ、ほら、ボンドの表裏間違えてしまいました。こっちだよね、よいしょ。ではですね、橋脚を仕上げていきたいと思います。まずグレーを全体にスプレーしておきます。これはねサーフェイサー処理といっても専用のものではなくて、市販のグレーのスプレーを使っておりますので、厳密にはサーフェイサー処理とは異なるんですけれども、まあ色の統一感と細かな凹凸を消すという意味でスプレーしております。タミヤさんのスカイグレーとホワイトで結構白めのグレーを作ってですね、エアブラシで吹き付けていきます。トンネルや擁壁も同様に処理します。その後ウェザリングとなります。クレオスさんのウェザリングカラーで長年の雨や埃で汚れた感じを表現していきます。で、この後に全体的な色味を抑えつつ調整するためにパステルを使っていきたいと思います。わあ！
割れた割れたパステルをですね、直接こすりつけた後に指の腹でぼやかしていきます。こうしてね、全体的に色調を整えて橋脚、トンネル、擁壁の完成となります。それでですね、この汚しが完了した橋脚3兄弟、これをですね、もうこのベースボードに接着してしまいたいと思います。それではですね、これね、何回ジオラマ作っててもこう本接着というのは緊張するものではありますけれども、行ってこいということですね。よいしょ、ガシャーンと。このね、高さ間違えないようにして、お前も行ってこいと。よいしょ。で、すかさずトラス橋を当てて、よし、3つ目、お前も行ってこいと。よし、とりあえずこれで接着完了になりましたんで、完全にね、がっちり固定されるまでしばらく待って、それからまた作業再開したいと思います。それでは続けて地面のかさ上げもしていっちゃいたいと思いますんで、お前も行ってこいと。緊張しますが勢いも大切ということでね、こういう時はもう思い切ってやっちゃいましょう。こっち側も行けと。このジオラマの端部をどうするかと言いますと、こちらにね、加藤さんのユニトラック動床付き線路、長さが64mm、これを用意いたしまして、動床付き線路からレールを引っこ抜いてしまいます。それでですね、この 64mm の半分、 32mm のところでカットしていきます。優しくですね、ギコギコはしません。フレキシブルレールの下に敷くコルク動床はですね、そのまま製品オリジナルの大きさだと結構幅があるので、今回片方をね、短く詰めまして、この動床の幅を狭くしたということですね。まあ、狭くしたと言ってもユニトラックとほぼ同じ幅に調整したと。これをですね、今から接着していきたいと思います。で、ここまで来たところでですね、またね、一つやらかしてしまったことがありましてですね、この橋脚を立てる前ですね、スタイルフォームを貼り付けた時点で、この道路の形をトレーシングペーパーでね、写し取っておくべきだったんですね。もう立てちゃったんで、ちょっとボコボコしてやりづらいんですけれども、仕方ないということで、今からね、道路の形をトレースしていきたいと思います。このトレースしたものを1ミリのスチレンボードに貼り付けまして、大まかにカットしていきます。よし。先ほどはね、この道路の両側の部分もね、少し余裕を持ってスチレンボードでこう切り出していったわけなんですけれども、今回これ 0.3 ミリ厚のプラ板になります。これはですね、もう完全にこの道路の幅だけで切り出していきたいと思います。6センチ60ミリで切り出していきます。スチレンボードとプラ板を重ねまして、道路とその周りの土地がなんとなく見えてきたかなということになりますので、このまま引き続きね、道路を作ってしまいたいと思います。切り抜いたスチレンボードをグレーに塗っていきます。プラ板の道路はグレーに塗った後にマットベージュを塗り、少しホコリっぽくした後に再びグレーをスプレーして色を再び立ち上げていきます。道路とその下のスチレンボード、ある程度スプレーで基本の色を塗り終えましたら、この2つを接着していきます。よし、いけ。1ミリのマスキングテープをまずセンターラインのところに貼り付けていきます。で、センターラインから両側2センチの部分にも同様に1ミリのマスキングテープを敷いたんですけれども、この両サイドに今度ね、
さらにマスキングテープを貼っていきたいと思います。このマスキングテープにピタッと合わせるようにすぐ脇をですね、少し太めのマスキングテープで貼っていきます。そうしたら一番最初に敷いた真ん中のこの1ミリのマスキングテープですね、これを剥がしていきます。うぅー、気持ちいい。今白く塗ったところをマスキングして、この両サイドのオレンジ色の部分ですね、それをうぅー剥がしていきます。うぅー、じゃあね、道路の線の塗装も済みましたので、お楽しみのマスキング剥がしをやっていきたいと思います。どうかな、うまくできてるかなと。一気にやると危ないんでね、これ端っこからやっていきましょうか。で、真ん中、おー、いい感じですね。あ、黄色と白逆。やり直しか。今度こそ間違えないように塗ったんで剥がしていきたいと思います。アスファルトに書いてあるカーブ注意、この文字の一部を表現するために紙をくり抜いて、その上からエアブラシで白色を拭いていきます。それではですね、うまく塗り分けができているかどうかマスキングを剥がしてみたいと思います。おー、イエス。まあ多少ね、こういう境界がにじんでますけれども、こういうのはまあ仕方ないというか許容範囲で、この後ね、黒とかバフ、こういうベージュ系、また茶色系のものを使って、この道路をね、さらにウェザリングしていきたいと思います。でですね、道路の方もなんとか形になってきたんで、続けてね、地面を作っていきたいと思います。地面を作る一番最初にやることはですね、こちらの擁壁を取り付けてしまいます。行ってこい、よいしょ。反対側にもつけます。よし、今つけた擁壁が固まるまで川の反対側、山の斜面、これを作っていきたいと思います。はい、それでは切り抜いた四方の化粧板を貼り付けていきます。行ってこいと、よいしょ。はい、それじゃですね、ご覧の通り、こう四方に化粧板を取り付けて、マスキングテープでね、がっちり固定させて接着を待ってるというところなんですけれども、この時間を利用してですね、この川へつながるこう斜面とかね、こういう隙間を埋めて地面をね、どんどん作っていきたいと思います。それでこの地面に使う部分はですね、じゃん、こちらの
木工粘土を使ってですね、造形していきたいと思います。で、まあ、とりあえず向かって右側、こちら側はね、ちょっと岩がゴツゴツした斜面になりますので、まずこちら側、左側ですね、こちらはね、緩やかな土っぽい土手となりますので、こちらにまずね、木粉粘土を塗っていきたいと思います。木工用ボンドを塗っておきます。そうするとなんとなくね、粘土の食いつけが良くなる気がしますんで、まあ、これはね、お好みで皆さんやられるときはやってくださいね。オープン。この奥の化粧板と今作ってある地面、それを滑らかにつなぐような感じで木粉粘土を埋めていきます。これも後から多少ね、収縮したりして隙間ができてしまうんで、また後から微調整しますんで、今はね、化粧板の稜線とジオラマをつなぐという意味で埋めていきます。こう川の流れをね、どのようにするか考えながら木粉粘土を置いていきたいと思います。じゃあ続きまして、石膏で作った岩たちを岩の斜面にしたいなというところにピタッと貼り付けていきます。そしたらですね、この岩の隙間に大まかにまた木粉粘土を埋めていきます。木粉粘土は本当に適当と言っちゃまああれですけど、大まかな隙間を埋めるような感じで設置していけばいいと思います。なんとなくね、こっちの地面が見えてきたかなというところでですね、再び石膏を使いまして、ここをね、さらに仕上げていきたいと思います。石膏を紙コップに1、2、3、4、5ぐらいかな、とりあえず5ぐらい入れて水入れます。このぐらいでいいかな。じゃあ塗っていきます。こちらの岩が白なので、とりあえずね、今塗る石膏も白で色付けないで統一感を出していきたいと思います。石膏はね、固まる時間早いんで、ちょっと手早くやっちゃいますけど、まあ丁寧にね、木粉粘土と岩の隙間をさらに埋めてスムーズに仕上げていきたいと思います。こちらの道路側の斜面にも石膏を塗っていきます。こちらの斜面はね、土っぽいんで、あまりデコボコさせずに、こうなだらかにね、隙間を埋める感じで石膏を置いていきます。あと川底にも石膏を塗ってきますけど、これは結構緩めにしてグレーの色をつけて塗っていきたいと思います。川と地面の境界を意識するつもりで塗ってるんで、別に石膏塗らなくてもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、今回は分かりやすくするためにこの薄く溶いた石膏を塗っておくことにします。はい、ということで全体的に石膏を塗り終わりました。これね、ご覧の通り、なんかどこが岩でどこが後から塗った石膏がちょっと分かんなくなっちゃって、逆になじませすぎちゃってもったいないかなとも思ったんですけど、まあこれはこれでよしとして、乾燥を待ってこの後ね、岩肌に色を塗っていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず黄土色の薄めたやつを作りまして、これをね、まずこう塗っていきたいと思います。薄い分には後から色いくらでも濃くできますから、最初は本当にこう雰囲気を見るような感じで淡く薄く色をのせていきます。ということでね、大変中途半端で申し訳ないんですけれども、今回はね、この辺でお時間となってしまいました。次回以降はね、
革の製作に力を入れていきたいと思いますんでね、その様子が楽しみで楽しみで仕方ないという方はね、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願い申し上げます。ということで今回もご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ次回の動画もお楽しみに。またね、バイバイ。